ボンジーア、サッカーキング編集部の三氏です。先日の、ジョー選手に引き続きまして、今シーズン J リーグやってくるブラジル人選手紹介第2弾でございます。はい、前回コメントでいただいたんですけども、アビスパ福岡に加入する、トゥリオジメロ選手、ぜひやってほしいなっていうようなコメントありましたので、じゃあ今回はトゥリオ選手の取扱説明書いってみましょう。はい、そのトゥーリオ選手の簡単な経歴を、紹介していきたいと思います。まずはですね、2003年、アトレチコミネイロで、プロデビューを果たします。個人的には僕も、ミナスジェライスに住んでいたので僕の家の近くだったのかな。はい、続きましてですね、デンマークに移籍をします。オールボーというクラブにローン移籍、そこから、まあ、欧州のキャリアが、どんどん進んでいくわけですね。まあ、一番有名なのはですね、ルマンですね。フランスのルマンで、元日本代表の松井大輔選手と一緒にプレーしたことでも、その名かなり日本でも知られているという存在ですね。その後イタリアのパレルモ、そして再びフランスに戻って、リール、そしてエビアンでプレー。2015年にはスペインのバジャドリードでもプレーをしました。はい、非常に欧州の経験が豊富な選手です。はい、そのトゥーリオ選手2015年にですね、シャペコエンセに、移籍をします。ブラジルですね。なので、約10年ぶりぐらいに、ブラジルに帰ってきたわけですけども、その後スポルチを経て2016年11月の、飛行機事故の、影響ですね、シャペコエンセが大半の選手を失ったわけなんですけども、トゥーリオ選手に、再びシャペコエンセに、復帰という形になりました。この間コメントで言ってたんですけれども、本当シャペコエンセやはりゼロからのスタートということで本人も非常に頑張りました。まあ、背番号10というのも期待の表れだったと思いますし、その中でもですね、ブラジルエロン、ブラジル全国選手権では、24試合で7ゴール、そして公式戦、まあ、州選手権とかカップ戦あって、ブラジルは1年中、まあ、ほぼサッカーの試合をしている、国ですので、その中で公式戦では53試合で、14得点を記録しました。先日トゥリオ選手のコメントを見たんですけども、やはりシャペコ遠征、なんといってもやっぱり一部に残留するといったようなことが最大の目標でした。その中でも本当に今トゥリオ選手の活躍もあって最終的に8位まで躍進して非常に素晴らしいシーズンになったわけなんですけども、そのシャペコ遠征を引っ張ってきたトゥリオ選手がですね、日本 J2 のアビスパ福岡に移籍するといったようなことが12月31日でしたね、2010年最後に発表されまして、僕も非常に驚きました。というのもやはり、まあ、ブラジル人選手が、誰か日本のクラブに移籍するとなった場合は結構情報が漏れたりすることも多いんですけど、まあ、トゥーリオ選手の場合は本当に福岡のリリースで僕も初めて知って、グローブもその後に出すみたいな形で、全く情報がなかったので、非常に驚きました。まあ、その中でトゥーリオ選手、まあ、活躍を、ね、期待している方はたくさんいると思うんですけども、まあ、簡単なプレースタイルとか性格を紹介したいなと思うんですけど、まあ、性格は非常に真面目といったような印象があります。というのもですね、私昨年の8月に、シャペコエンセが来日した際に、ウラレツと、コパスルガで対戦しました。その時にちょっと試合後に話を聞いたんですけども、まあ、非常に紳士的な対応で、まあ、真面目な、素晴らしい選手だなというような印象を受けました。その気になるプレースタイルなんですけども、まあ、まずは何といってもですね、身長が193センチと、まあ、かなり身長が高いですし、あとまあ右足の強烈なシュートを持った、まあ、大型フォワードといったようなイメージですね。アビスパ福岡でいきますと、ウェリントン選手が、ヴィッセル神戸移籍しました。まあ、その後釜にはまあふさわしい、まあ、それ以上の選手なのかなというふうに個人的には思っています。アビスパ福岡は、まあ、ブラジル人選手が非常に活躍しやすい、クラブなのかなというふうに思っています。まあ、クラブのサポートももちろんあると思いますし、まあ、ウェリントン選手とは少しタイプは、違うかなというふうに印象を受けるんですけれども、まあ、例えば駒野選手とか、まあ、左サイドバックの新加入の和子選手とかの、まあ、そのホットラインですね、やはり高さというのが、トゥーリオ選手一番の魅力だと思いますので、どれぐらいゴールを取れるのかっていうのを期待したいと思います。そのトゥーリオ選手現在32歳なんですけども、まあ、数々の、国で活躍をしてきました。その中で、まあ、日本は初めてなんですけれども、まあ、活躍の原動力となりそうなのがこちらです。家族の存在。ブラジル人選手にとって家族の存在というのはですね、まあ、結構我々日本人にはもうちょっと想像しがたいぐらい、非常に大切に、扱うものとなっています。まあ、例えばなんですけども、本当に、いろんな家族の集まりとか、まあ、行事とか、まあ、クリスマスとかお正月とかいろいろあるんですけども、本当にファミリーで、いわ本当にファミリーを大切にするっていうのが、まあ、ブラジル人の、まあ、いいところなのかなというふうに、思っています。昨年はもうシャペコ遠征に、全てを捧げて、サッカーに打ち込んできたトゥーリオ選手なんですけども、まあ、福岡の移籍を決めた理由というのが、やはり日本の環境の良さ、そして、まあ、新たにチャレンジしたいなっていうような気持ちが、非常にあったそうです。そしてですね、まあ家族も一緒に来るといったような情報をブラジルのサイトで見ました。ですので、まあ、奥さんと、お子さん、息子さんがいらっしゃるんですけども、ぜひ家族3人の、力を合わせて、ぜひ福岡で活躍すれば、福岡の J1 昇格は間違いなく近づくと思います。本日もご視聴いただきありがとうございました。
闘莉王選手初の J リーグということでどれぐらい活躍するのかっていうのを今シーズン引き続き注目していきたいと思います。はい、今回ジョー選手そしてトゥーリオ選手が第2弾だったわけなんですけれども、ぜひこの選手知りたいよというような、ことがありましたらぜひこの動画のコメント欄、そしていいねボタンもぜひよろしくお願いします。引き続き、サッカーキングチャンネル様々な動画配信していますのでチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。チャオ。